皆さんこんにちは、安藤博史です。本日もご覧くださいましてありがとうございます。この収録は12月6日の火曜日に行っていますけれども、まあ、昨日の夜といいますか今日の深夜未明といいますかね、ワールドカップ日本対クロアチア戦行われました。まあ、決勝トーナメントに行くこの行き方も予選リーグの突破の仕方もなかなか劇的だったんで、多くの日本人がこのクロアチア戦も行けるんじゃないかと思って期待をしていたと思います。まあ、私もこのワールドカップの時だけにわかサッカーファンになるという多くの日本人と同じようなサッカーの見方をしていますけれども、私も昨日は生で見ておりましてですね、まあ1点先制した時はよしこれいけるかなと思って、でも後半追いつかれていやこれ危ないなと思っていたら、まあ、結局その後どっちも点が取れず、まあ、PK で、3対1というですね、まあ、PK3 本も止められるとこれはなかなか厳しいなという印象でしたけども、まあ、やっぱりこのベスト8に行くのはまた次への持ち越しということになってしまいました。まあ、でも日本のですね、この予選リーグを1位で通過をするという、まあ、本当に最初に参加した頃に比べたら格段に強くなった日本代表の選手の皆さん、また監督はじめ関係者の皆様方には心からお疲れ様と、そしてまた感謝を申し上げたいと思います。また次への戦いも始まっていると思いますので、もう次への準備をですね、進めていただいて、ますます強い日本サッカーを実現をしていただきたいと思っております。はい、ということで、今日は何をお話ししようかと思ったんですけれども、もう先週ぐらいでしょうか、国民民主党が連立与党入りするんではないかと、まあ、そういうニュースが一部で流れておりました。で、まあ、もともとですね、今年の当初予算あるいは先日採決された補正予算も国民民主党は賛成をしています。で、予算案に賛成するということは政権の方針を支持するということですので、まあ、その時からほぼほぼ与党入りをしているわけですよね。閣外協力みたいな形で、ほぼ準与党になっているような環境でありました。で、まあ、こういう状況ですから連立を組むのはいつかなというのは、まあ、水面下で進められていたということは、まあ、簡単に用意できる、簡単に予想できるわけですね。で、まあ、これがいよいよ表に出てきたということはそれなりに煮詰まってきたのかなというふうにも思いますし、また公明党との力関係という意味でも、公明党を牽制するという意味でも国民民主党と組むことができれば、公明党の、いろんな意見、公明党の意見に振り回されるということがなくなるわけですから、自民党にとってはありがたいということになります。で、これから来年には統一地方選挙がありますけれども、統一地方選挙は、そんなにこう喧嘩しないでですね、既存の枠組みの中で、それなりに住み分けができていくだろうと思いますから、統一地方選挙はあんまり影響がなくて、その後の国政ですね、まあ、次は衆議院選挙になると思いますけれども、その時に、国民民主党の支援を受けることができれば、それは自民党としては相当強くなるだろうなと、まあ、そういう目論みがあると思いますね。そしてやはり玉木さんは与党に入りたいという意向はすごく強いと思いますので、玉木代表はおそらく心の中ではですね、連立政権には非常に前向きだろうと思います。まあ、かといってこのじゃあ国民民主党みんながそうかといったら、例えば前原さんに代表されるような人は、まあ、絶対に自民党とは組みたくないと、まあ、そういう思いを持っておられると思うので、実際に連立政権になるとなったら国民民主党は分裂をする恐れもありますね。まあ、その方が玉木さんとしてはおそらく党運営はやりやすくなるんだろうと思いますし、まあ、そのぐらいのことの腹をくくって連立入りをしてくる、まあ、そういう可能性もあります。で、まあ、一応国民民主党は消費税減税とかですね、積極財政を今訴えていますから、まあ、自民党の中の積極財政派と連携をして、今の緊縮財政の流れから積極財政へと転換する、まあ、その一つの力になるのであれば、それは国にとってもいい影響があるんだろうと思います。ただ
私はこの連携にですね、すごく心配しているところがあるんですね。というのは何かというと憲法改正です。で、私はもともと自民党にいたぐらいですから、バリバリの憲法改正論者ですし、自主憲法制定をしなくてはならないと、まあ、そう考えている側ですけれども、今憲法改正が国会で議論されている、その内容でやるんだったら絶対に憲法改正やってはいけないと思ってます。で、例えば、自衛隊を憲法9条に書き込むとかですね、まあそういったことをやったら、まあ占領憲法がそのまま固定をされるということになりますし、それから、まあ緊急事態条項もですね、まあ今、なんとなく他の国もやってるからやったらいいじゃないか、みたいな感じで進められそうになっていますけれども、まあ今の日本のこの権力者の行動を見ていて、この人たちに緊急事態条項を与えたら何をしてくるかわからんと。まあそういう感覚を非常に受けるんですね。非常に危険だと思います。そして、最悪の流れを予想するとですね、これで国民民主党が連立与党入りをするとします。で、憲法改正を次は自民党が仕掛けていくということが考えられます。で、憲法改正を旗印にすると保守派をこう、もう一度引き寄せることができますから、今の支持率低下を打開するためにも、憲法改正だということで、もう一度ですね、それで解散、総選挙を打ってくるという可能性もあるわけですね。で、その時に、例えば日本維新の会も、これ憲法改正賛成ということで、まあ偽物ですけれども保守派ということを仮面を装っていますから、まあこの人たちも入ってきます。まあそうすると、公明党も、与党でいたいですから憲法改正に賛成してくるわけですね。そうすると自民党、公明党、国民民主党、そして日本維新の会が、改憲派、ということでまとまってくると。そして反対側で護憲派はですね、立憲民主党と共産党とそれから令和新選組みたいな格好になって、非常に弱いという状況になりますよね。そして、憲法改正だということで解散総選挙を打つと、保守派の人たちが、まあ、憲法改正賛成ということでその人たちを支援をしていくという流れになります。で、そんなことしている間に何が起きるかというと、日本の経済はガタガタになるんですね。そして消費税減税もされませんし、今コロナで弱っている企業に対する救済もされません。そして今日本全国で起きているように、中国資本と外国資本がどんどん日本の企業や不動産を買っていますけれども、その中で中心的な役割を果たしているのは中国ですよね。中国資本が日本の企業や不動産をどんどん買いまくっている。そして、外国人に対するビザの緩和、入国緩和、移民政策を推進していますから、経営者という立場でも中国人は今どんどん入ってきていますし、また労働者という立場でも入れるという環境が整っているわけです。で、つまり、この憲法改正だみたいなことで目くらましをされている間に、日本の経済的な支配権はもう圧倒的に中国に握られて、それから労働者という名目で数の面でも中国人がどんどん入ってくるという、まあそういう危険が極めて高いし、それが放置をされるんですね、この間。で、保守派はですね、憲法改正賛成とか言って、これまでの移民を進めてきた自民党とか、あるいは日本維新の会とか、まあそういうところを支援してしまって、憲法改正はできたけれども、蓋を開けてみたら結局全部支配されてるの中国ですやん、みたいな。そういう社会が出来上がってくる危険が極めて高いと思います。なのでですね、私は今、憲法改正という議論をするべきではないと思います。憲法改正というものはものすごい政治的なエネルギー使いますから、そっちに全勢力をつぎ込んでいる間に、本当に大事な経済力はですね、もうボロボロになるんですね。そして、外国資本に、特に中国に、もう経済的にも、それから人口の面でも支配をされると。まあ、そういう流れがその間に完成される可能性が極めて高いと思います。今、政治的なエネルギーを使うのであれば、経済の立て直しですよ。
消費税を廃止にするとか、超積極財政にしてプライマリーバランス黒字化目標を撤廃するとかですね、まずそうやって経済の立て直しをしないと国防も何もないんですね。で、金がなかったら経済が弱い国というのは経済力で外国に支配されるというのはこれ当然なので、そういう状況を招いてしまうわけですよ。で、そういう状況をこうもう本当に目の前で、今目の前で企業も買われて不動産も買われて、そういう状況を目の当たりにしているにもかかわらず、それを放置しているのが今の政権ですし、またあるいは日本維新の会なわけですね。で、その人たちが会見やるから応援してくださいって言われて、あ、そうですよね、会見ですよねって、それに賛成しているようでは、これは本当の保守派とは言えませんね。なので、この国民民主党が連立入りをすることによって、その後憲法改正という流れを作ってですね、そして日本の本当に日本を愛する保守派の人たちがそれに騙されて、本当に大事なことはそっちではないのに、今やるべきことはそっちではないのに、そちらの方にこう目くらましで釣られていって、本当に大事なこと、経済の再生ということがおろそかになって、その間に全部中国に握られていくと、まあ、そういう流れにならないように、この連立の騒ぎとか、あるいはこの憲法改正の動きとかですね、これには極めて抑制的にといいますか、慎重に、これは我々の国力を落とすための目くらましではないかと、まあ、そのぐらいの思いで今の動きは見ていっていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、繰り返し誤解のないように言いますけれども、私はパリッパリの改憲派ですし、自主憲法を制定するべきだと。今の日本国憲法はもう全部廃棄をしてもいいぐらいの思っている方の人間ですけれども、まあ、今国会で議論されているような憲法改正であれば、憲法改正しない方がまだマシだと思います。はい。そして、最近はですね、結構心配をされました為替相場もかなり円高の方に戻ってまいりまして、あの時といいますか、つい数ヶ月前、1ヶ月前ぐらいでしょうか、金利を上げろとかですね、金融緩和やめろとかって言ってた人って、これどう落とし前つけるんですかねみたいな状況になっていますけれども、まあ、為替の状況には一喜一憂することなく、今の日銀の黒田総裁がやってる政策は極めて正しい政策ですから、まあ、この方向を維持していただいて、そしていよいよ日銀の総裁人事も誰になるかというのが非常に注目されていますけれども、まあ、今の政策を維持してですね、まあ、幸いなことに今日本銀行はまともな政策判断をしていますから、まあ、この流れがですね、維持をされて、金融緩和と低金利政策を継続して、そして日本の経済が再生する、もうとにかく日本経済の再生が最優先課題ですから、まあ、この判断ができる人がもういろんなところで出てくるように、まあ、これは記念をしたいと思います。そして憲法改正というところに行くとですね、その本当に大事なところじゃなくって、なんか自民党の党是ですとか悲願ですとか言って憲法改正やっていてもですね、私も今この間まで国会議員やっていましたから分かりますけれども、今日本の国会議員で憲法が語れる人はまあほぼいないです。で、みんな思いつきで、そして大して勉強もしないで、なんとなく世論が言ってるからこんなもんだろうみたいな感じで、軽い感じで、憲法の議論をしていますから、今の国会議員に、憲法改正の議論をするだけの、それだけの知見は残念ながらないと思います。なので、そういう意味でもですね、今そちらの方にごまかされるんではなくて、しっかりとまず経済を立て直す。仮に国民民主党が連立入りをするとしても、消費税減税しないと連立には入れませんよぐらいのことを、強気のことを言ってですね、国民民主党の立場を高く売ると、まあ、そのぐらいのことをやるべきだと思います。はい。ということで、なかなかこの連立政権が新しく一党が加わるっていうのは大変な大きなニュースではありますけれども、まあ、かつての歴史を見ても自民党と公明党と他にもう一党いたということはあるわけですから、
まあ、そういう連立政権も、まあまあ、あり得るんだろうなと思います。そして、国民民主党の玉木さんが積極財政ということが実現できるために与党入りするというのであれば、まあ、それは一つの意義があることだと思いますけれども、まあ、自民党がこれをどう考えているのかということですね。そして憲法改正にごまかされないようにということを皆さんには強く申し上げておきたいと思います。はい、ということで本日もご覧くださいましてありがとうございました。また来週ビデオレターをお送りしたいと思います。本日もご覧くださいましてありがとうございました。